アメリー・レバン・パラルダは、フランス、奥下にー地域圏、ピレネー・オリアンタル圏のコミューン。アメリー・レバン・パラルダは、バンとパラルダの二つの地区に分かれる。セレの西方、バルスピール地方にある町は、テック側の渓谷に位置する。温泉町であり、夏と冬に賑にわう。県道115号線が通じる。この道路は、県沿岸平野と町とをつなぐ。 より良いコミュニケーションのため今後10年で開発される必要がある。1940年の洪水で破壊されるまで街には鉄道が通っていた。2006年古い温泉跡である悪い怒り台の発掘作業中後期青銅期時代に遡る定住地と墓地が発見された。鉄器時代から人が定住している。 1940年の洪水後に発見された変魔岩の塊に、鉄器時代の人間が刻んだ跡があった。ここには、バンダルルという古代から使われてきた温泉があった。ローマ人は浴場を建設し、ここには小さなアーチ型天井の部屋や小さなプールが備わっていた。8世紀、おそらく古代の温泉の敷地内に、修道院がこの地に作られた。しかし、 9世紀のノルマン人の襲撃が修道士たちをアルルシュルイコールテックに移動させることにつながった。この修道院は今も存続する。1237年に修道院がアルルシュルイコールテックへ移動するまで、バンは修道院に依存していた。1670年には温泉より上の場所にスペイン国境からの脅威に備え砦が築かれた。街は ポール・レバンと呼ばれた。1840年4月7日、フランス王、ルイ・フィリップは王妃マリー・アメリー・ド・ブルボンにちなみ町の名をアメリー・レバンとした。フランス革命までパラルダはパロウダと呼ばれていた。パラウダとは邸宅を意味した。実際、多くの邸宅が周辺地方に存在していた。パラルダは9世紀に初めて名前に言及されている。 領主権はいくつかの家計の手に渡った。ありがとうございます。